この世に生まれて57年あっという間のそれは出来事でしたね。昭和時代のど真ん中僕らは生まれてきたんだね。何にもなかったけれど人の心は優しかった。今の時代にないとは言わないけれどどこかに忘れてきたようだね。そうさ僕らは昭和の子供たち。テレビはもちろん白黒でウルトラマンが始まったら走り止まったよ。ゴモラが大阪城潰したと子供心に本気で思ってた。いつも親父のおかずだけは一つ多くて偉いと思ってた。今の時代にないとは言わないけれどどこかに忘れてきたようだね。そうさ僕らは昭和の子供たち。金曜の夜の8時にはプロレス中継をみんなで見たものさ。ジャイアント馬場が外人レスラーに16問キックを浴びせるその度にみんなで拍手をしたものさ。家族が一つになっていた。今の時代にないとは言わないけれどどこかに忘れてきたようだね。そうさ僕らは昭和の子供たち。遊ぶことには事欠かず関係にべったん探偵三角ベース。お母ちゃんが呼びに来るまでは終わらないのが子供のルール。弱い者いじめをした時は大きい人が叱ってくれた。今の時代にないとは言わないけれどどこかに忘れてきたようだね。そうさ僕らは昭和の子供たち。そうさ僕らは昭和の子供たち。そうさ
の子供たち。